皆さんこんにちは、ミマです。今日は私どもが加盟している団体、木体協といいましてね、日本木造住宅耐震補強事業者連絡、事業者協同組合という長い名前なんですけど、略して木体協といいます。日本で一番耐震診断ですとか耐震工事をしている団体です。まあ、そちらが国土交通省の、団体事業者団体登録団体になりました。まあ、国のお墨付き団体になりましたという話題です。国が、リフォーム事業者団体を全国でいくつか指定しました。この木体協もその一つです。そして、まあ、当社では、ジェルコというね、日本、で一番大きなリフォーム団体の方も入っておりますので、そちらでもお墨付きをいただいております。信頼を失わないようにしっかりとした会社にしていきたいと思います。それではまた。